アルマ・リチャーズはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの金メダリストである。リチャーズはユタ州南西部の田舎町パロワン出身。彼は中学2年の時学校を辞めて世界を旅することを思い立った。しかし出発してほどなくネイティブアメリカンの人物から悟され学校に戻ることとした。その後、 リチャーズはユタ州プロボのブリガムヤング高校に入学。高校時代バスケットボールをしていたところをコーチに見出され、そう高飛びをするよう指導され、6フィートの高さを難なくクリアした。それを見たコーチはリチャーズをストックホルムオリンピックの代表選考会に出場させるため資金集めを始めた。選考会に出場したリチャーズは、 全米チャンピオンのジョージ・ホーリンを下し、ストックホルムオリンピック出場を決める。そして、オリンピック本番でも1メートル93を飛び、金メダルを獲得した。リチャーズは1913年に高校を卒業し、コーネル大学に入学。オリンピックの活躍は彼に大変自信を持たせた。リチャーズはかつてはそれほど秀でた人物ではなかったが、コーネル時代、勉強にスポーツに、 その才能が大きく花開くこととなった。1913年の AAU 選手権の総高飛びを制した後は、競技のレパートリーを増やし、十種競技にも挑戦するようになった。1915年の AAU 選手権では十種競技で、2位で後の国際オリンピック委員会会長に就任するアベリー・ブランデージに500ポイントもの大座をつけ、優勝する。 1916年のベルリンオリンピックでは十種競技とソータ高トびの2種目制覇が可能なはずであったが、第一次世界大戦によって出場は叶わず、彼は再びオリンピックに出場することはなかった。1917年、コーネル大学を卒業後は、スタンフォード大学の大学院に進学。その後、南カリフォルニア大学のロースクールに入学し、ソータ高トびと同じように、 ロースクールの過程をクリア。しかし、彼は放送の道に進まず、代わりにロサンゼルスの高校で引退するまで32年間の間、教師として従事した。ありがとうございます。